海南1890は2015年制作の映画。日本とトルコの友好125周年を記念して合作及び朝日放送創立65周年記念作品第二弾 BS 富士開局15周年記念作品として制作された。1890年に起きたエルトゥールル合創難事件と1985年のイランイラク戦争勃発時に テヘランに取り残された日本人の救援のため、トルコ政府が救援機を飛ばして救出した出来事の天末を描く。エルトゥールル号海難事故編は、事件が起きた現地である和歌山県東室郡串本町で撮影が行われた。エルトゥールル号明治22年7月、オスマン帝国は大日本帝国への親善施設団を派遣することになり、 ムスタファ機関隊以ら600名の軍人がエルトゥールル号に乗り込み出港した。老朽化の進むエルトゥールル号での概要公開には不安の声もあったが、エルトゥールル号は明治23年6月無事に日本に到着し、施設団は明治天皇への越見を果たした。しかし、館内でこれらに感染した乗組員が出たため帰国の延期を余儀なくされる。 館内では、指揮の低下を防ぐため、甲板でレスリングを模様し、そこでムスタファは、機関室のベキール兵装と友情を結ぶ。明治23年9月15日、エルトゥールル号は、横浜港を出港し帰国することになった。しかし、折しも日本には、台風が到来しており、翌16日夜、エルトゥールル号は、黄色島沖で座礁してしまう。座礁の影響で、 機関室に海水が流れ込み水蒸気爆発の危険が高まり、ベキールはムスタファに乗組員に体感を促すように伝える。ムスタファは機関室を後にし看板に向かうが、間もなく機関室はベキールたちを巻き込み爆発を起こし、エルトゥールル号は沈没する。同じ頃、爆発音を聞いたキー大島、カシノの村民たちが岸壁に向かうと、そこには、 エルトゥールル号の乗組員の遺体が打ち上げられていた。村民たちは台風の中を総出で救助に当たり、医師の田村元帝は女子の春と共に負傷者の手当てに奔走する。エルトゥールル号座証言は翌日、目を覚ましたムスタファは、ベキールや帝督のオスマンパシャ以下500名以上の死者が出たことを知り、生き残ってしまった。 罪悪感に苛まれ、生存した乗組員たちに怒りをぶつけてしまう。そんなムスタファを見た田村は、春にムスタファの世話を任せる。十数日後、日本の要請を受けたドイツ軍艦がカシノに到着し、生存者を神戸に搬送する。村民たちは回復した乗組員との別れを惜しみ、乗組員たちは敬礼を持って、村民たちの誠意に応えた。 ムスタファは遺留品回収のためカシノに残ることになったが、保管場所から遺留品がなくなっていることに気づく。ムスタファは村民が金目当てに盗んだと思い、村長の佐藤に抗議するが、田村に案内された場所に向かうと、そこでは村民たちが血まみれになった遺留品を洗って血を落としていた。田村は血まみれのまま遺族に手渡したら遺族がどう思うかと問いかけ、 さらに、村民たちが自分たちの生活を投げ打って、乗組員たちの救助や遺留品の回収をしている、ことを告げる。村民たちの気持ちを知ったムスタファは、村民たちへの感謝の念を抱くようになる。数年後、遺留品の回収を終えたムスタファは帰国することになった。田村はムスタファに、真心を忘れないでほしいと告げ、別れの挨拶を交わす。 メヘラーバード国際空港日本人を運んだトルコ航空の DC-10 イズミル号昭和60年イラク大統領のサッターム・フセインが停戦合意を破棄したため沈静化していたイラン・イラク戦争が再び激化した。テヘランにはイラク軍のミサイル攻撃が行われ人々は攻撃から逃れようと地下号に避難する。地下号で 日本人学校教師の春海はトルコ大使館の職員村とと出会い、彼からお守りを手渡される。日本人学校に戻った瞬間は、テレビで48時間後にイラン上空を飛行する飛行機を無差別攻撃するという不正員の声明を聞き、生徒たちを脱出させるため、校長の竹下と共に日本大使館に向かう。日本大使館に到着した瞬間は、 大使の野村に出し必要の飛行機の航空券手配を依頼するが空路の安全が保障されないという理由で日本航空が国会の承認に時間がかかるという理由で自衛隊が救援に来られないと告げられる他国の航空会社は自国民の救助を優先し日本人の登場を拒否したため日本人だけが戦場に取り残されてしまう春海は村戸から渡されたお守りを見て トルコに救援を頼んでほしいと伝え、野村はトルコ大使に救援を依頼する。野村からの要請を受けたトルコ政府閣僚たちは日本人の救助に反対するが、首相のトゥルグとオザルは要請を受け入れ、日本人救助のための救援機を手配する。春海は生徒の木村一家とともに、メヘラーバード国際空港へ向かう途中で村とと再会し、彼の車で空港に向かう。 空港に到着した春海は、竹下たちと合流するが、そこには、救助を待つ大勢のトルコ人たちが詰めかけていた。登場を諦めかけた、春海たちのために、村とは、マフムートたちトルコ人の前に出て、日本人たちを乗せてほしいと頼み込む。しかし、マフムートたちは、日本人を乗せることに反対し、村との話を聞こうとしなかった。村とは、トルコ人たちに、 祖先たちは異国の地で絶望に陥った際に救ってもらえた。今、日本人を救えるのはあなたたちだけだと告げる。それを聞いたマフムートたちは騒ぐのを止め、日本人たちを飛行機に乗せ始める。私たちは自動車でトルコに向かうと告げたマフムートに対し、野村は深々と頭を下げ、春海も村とに感謝の言葉を伝える。ゆる,るず宮殿。 エルトゥールル号を派遣したオスマン皇帝アブデュルハミト2世の居城本作は2005年に串本町長の田島勝正が大阪芸術大学時代の同窓生だった田中光人氏に映画化を提案したことがきっかけとなり企画された田島が映画化を提案するきっかけとなったのは2001年に町長室の平和の金庫からエルトゥールル号遭難事件の トルコ人遭難者の診断書とオスマン帝国政府へ当てた手紙を発見したことだと語っている。手紙には治療費の支払いを申し出たオスマン帝国政府に対し治療費の受け取りを断り、トルコ人遭難者の援助を求める旨が書かれており、手紙の内容に感動した田島が田中に映画化を提案した。田中は 提案を受けた当初は難色を示したが、最終的には映画化を了承し、トルコとの合作を計画した。2010年、田中は、田島、和歌山県知事の人し坂義信と共に、トルコを訪問し、合作を提案したが、当時のトルコでは、合作映画は、トルコ人が監督を務めるという法律が存在した、ため、田中が監督を務められない事態になった。これに対し、 トルコ文化観光大臣、エルトゥールルギュナイが、君がラッキーなのは、私の名前が、エルトゥールルギュナイということだと述べ協力を約束し、2011年には、法律が改正され、田中が監督を務められるようになった。また、文化観光省が公演に名乗りを上げることになり、トルコ側の教室する制作費も当初予定の20万ドルから700万ドルに増額された。 2012年、文化館交渉の働きかけを受け日本国外務省が講演に入り、2013年10月には会談した内閣総理大臣、安倍晋三とトルコ首相、レジェプタイープエルドアンとの間で合作について議論された。田中は合作にこぎつけるまで10回以上にわたり、トルコを訪問し、 最終的に1500万ドル以上の制作費をかけて制作させることになった。2014年1月、エルトゥールルの課題で制作が発表され、同月に会談した安倍とエルドアンとの間で合作することに合意した。日本での撮影は12月から和歌山県串本町と東映京都撮影所で行われ、2015年7月からはトルコでの撮影も行われた。また、 エルトゥールル号海難事故編には、事件の際に、トルコ人遭難者の救助に加わった串本町民の子孫がエキストラとして、テヘラン法人救出劇編には、法人救出に向かったトルコ航空の客室乗務員の娘が客室乗務員役として出演している。2015年1月、タイトルが海難1890正式決定し、内野正明と靴名しおりが主演。 ヒロインを演じることが発表され、同時に3月に発足する海南1890を成功させる会の最高顧問に安倍が就任することも発表された。内野は出演について次の世代に残すものに参加させていただきたいと、二つ返事でお受けしましたとコメントしている。また、ケナンエジェも出演について、両国にとって意義のある映画に出演することができて幸せ。 さらに、両国の友好関係を深める作品を作りたいとコメントしている。4月28日、トルコ映画史上初となるイスタンブールのユルドゥズ宮殿での制作発表会見が行われた。7月9日にクランクアップ報告会見が行われ、安倍・エルドアンからビデオメッセージが寄せられた。2015年12月3日、日本。 トルコ有効125周年と本作の公開を記念して、串本町沖の海中に高さに8メートルのトルコランプが設置された。また、ターキッシュエアラインズのエアバス A330 から200のうち一気に在外日本人救出時と同じデザインを復刻の上、串本号と命名してイスタンブル関西国際空港船に投入された。串本町では町内の小学生、 中学生に本作を自己負担なしで鑑賞してもらうため映画館での鑑賞代などの関連予算を町議会に提案した。また、和歌山県教育委員会は、ふるさと和歌山の先人の偉業や真心を感じてほしいとして、和歌山県内の高校40校で本作を上映し、高校生に本作を鑑賞させる方針を和歌山県議会に提案するとしている。 2015年11月13日、ユルドゥズ宮殿で本作の特別上映が行われ、安倍・エルドアンが揃って鑑賞した。東映は、日度合作とはいえ、両国のトップが一つの作品を鑑賞することは、極めて異例のことと述べている。日本では12月5日に、全国309スクリーンで公開され、トルコでも12月25日より300スクリーン規模で、公開される。 日本では12月5日6日の2日間で観客動員88,295人、工業収入1億5 30, 3万3,900円を記録し、国内映画ランキングで初登場第4位となった。また、舞台となった和歌山県では初日の観客動員、工業収入ともに2015年中第1位を記録した。AB 制作当時は2018年の 認定放送持ち株会社移行前の旧朝日放送株式会社。ありがとうございます。